アーラムギール二世は、北、インド、ムガル帝国の第十四代君主。第八代君主ジャハーアンダールシャーの三男。母は、ラール君ワル。その知性は一貫して、地方勢力の台頭に加え、イギリスなど西洋列強の派遣闘争に翻弄され、皇帝には、立ち打ちできない、アフガン勢力トゥッダーニー・朝の脅威にさらされていた。 ガーズイ・ウッディン・ハーン1699年6月3日、アーラム・ギーイル2世は、ムガル帝国の皇帝ジャハンダーアル・シャーとそのヒラール、クンワルの息子として生まれた。1712年2月、当、ジャハンダーアル・シャーが帝位をめぐる争いで敗れた後、神帝ファルフシアルの命により、彼と他の兄弟らは、デリーに遊兵された。その間、多数の皇帝たちが、要配位され、 1754年6月2日に、時の皇帝アフマドシャーが、軍務大臣、ガーズイウッディン・ファーンに配位された時、長らく遊兵されていた、この巫女が、アーラムギール二世として新たな皇帝となった。アフマドシャー・ドゥ・ダーニー・アーラムギール二世は、恒例の皇帝であり、政治にも無関心だったことが、アノンの著書、アーラムギール二世伝で、 もっぱら歴史書を読むのに没頭したと書き残していることから伝わってくる。このような記述から、アーラムギール二世は世界を奪ったものを意味するアーラムギールの名を持つにふさわしくなく、皇帝としても不適任な人物だった。一方、最小となったガーズ・イー・ウッディーン・ハーンは皇帝を意のままに操れるようになり、事実上政治の実権を掌握した。だが、 ガーズイウッディン・ハーンには軍に支払う金を調達する能力はなく、彼が実権を得るために協力したマラーターのシンディアやホールカルケにも報酬を払えず、マラーターは協定違反としてデリー近郊を略奪した。また、アーグラ付近に領土を持つジャート族のバラトプル王国は依然として健在であり、デリーの東方及び北方ではアフガン系ローヒラー族が その支配を拡大するのを阻止できなかった。最初ガーズイー・ウッディーンはこの状況を打開するため、1756年に軍を動員し、ローヒラー族の支配していた、パンジャーブのラホールを奪った。しかし、ローヒラー族の族長ナジーブ・ハーンは、アフガン王、アフマドシャー・ドダーニーと常に連絡を取り合えるようにしており、ガーズイー・ウッディーン・ハーンの軍事行動は挑発以外の、 何でもなかった。同年12月、アフマドシャードゥ・ダーギーは、ラホールを奪い返し、翌1757年1月に、ムガル帝国の首都デリーを占領した。デリーは、アフガン軍により略奪され、その近郊アーグラやヒンドゥー教の聖地、マプラーやブリンダーバンでも、同様に略奪が行われた。デリーでは徹底した虐殺が行われ、他の占領された都市でも、 同様に虐殺が行われた。4月、アフマド・シャー・ドゥ・ダーニーは、アーラ・ムギーイル2世に、パンジャーブ、カシミール、シンドなどの統治権を認めさせ、莫大な略奪品と共に、アフガニスタンへと引き上げた。この時、アーラ・ムギーイル2世や先々代のムハンマド・シャーの、娘など、ムガル帝国の王女20人も連れ去られた。アフガン軍撤退後、 最小位を追われていたガーズ・イー・ウッティーンは復職したもののその頃には監督官となったナジーブ・ハーンが事実上の権力者となっていたこのアフガン軍の行動に対しマラータ王国最小バーラージー・バージー・ラーオはすぐに弟ラグナート・ラーオをデリーに送っただが同年8月に彼がデリーの戦いでアフガン勢力を破った時にはアフマドシャーはすでに退却しており 間に合わなかった。この結果、ナジーブ・ハーンはデリーを追い出され、マラーター軍はパンジャーブ一帯の占領に取り掛かった。マドラスのセント・ジョージ要塞さて、ムガル帝国が内外における争いに囚われている間、帝国の衰退も相まって18世紀以降本格的にヨーロッパ諸国といった列強がインドに進出してきた。インドは綿花など優れた一時産品で列強の 注目を引き、すでに17世紀以降列強各国が東インド会社を設置、インドの各地に召喚ができて、それら商品の取引が行われた。一方、18世紀のヨーロッパでは、政治面では主権国家体制の端緒としての君主独裁政治が次第に破壊されて、ブルジョワ革命が進み、人権を持つ市民という意識が西洋人の間で高まっていった。この間、 産業面でも生産技術や生産体系が発達し資本主義が空前の発展を遂げた。ところがその進展段階で工場用地や住居用地などの土地不足が問題となった。それならば外国へ進出して。こうした事情からヨーロッパの列強諸国はインドや東南アジアにおける植民地を問題にしてたびたび争った。インドでは フランスとイギリスの勢力が激しい戦争を繰り広げた。1757年6月にベンガル大使と結んだフランス東インド会社の軍隊はロバート・クライブ率いるイギリス東インド会社の軍隊に敗れた。ベンガルにおけるイギリスの支配権はこれで確定し、第三次カーナティック戦争にも敗北したフランスの勢力はインドから撤退し、主に東南アジアへと移った。 ムガル帝国にはこれらの争いに付け入る隙がなかったということは、帝国にかつての空前の繁栄は戻らないということをはっきりと示すものであった。以来、帝国の運命は産業革命に翻弄されることになる。また、イギリスがプラッシーの戦いに勝利した際、アーラムギール2世はその戦いのイギリス軍指揮官で、あるロバート・クライブにムガル帝国の花であり、 保護者であり、最も勇敢な兵士であると直所を送っている。アーラムギール2世はイギリスが、本当の侵略者と知っていたのかは不明である。アーラムギール2世フィールーズシャー・コートラ北西インドの、宿教トラは、アフガン勢力の統治を嫌い、アフマドシャー・ドゥダーニーがインドから去ると、インドのアフガン領で一斉に反乱が起きた。また、北西方面に進んだマラーター同盟は、 1758年4月20日にラホールを同年5月8日にペシャーワルを占領しパンジャーブ一帯を占領した。そのため1759年にアフガン軍がその奪還のためにインドに侵攻しマラーターからラホールとペシャーワルを奪い返しアフガン勢力は再びデリーに近づいてきた。このようにアフガン軍がインドに侵入して情勢が乱れると 最初ガーズイー・ウッディン・ハーンは自分の手駒であるアーラムギール・二世がアフマド・シャー・ドゥ・ダーニーの手に渡るのではないかと恐れるようになった。同年11月29日皇帝アーラムギール・二世はデリーのフィールーズ・シャー・コートラでスーフィーに会おうと思って訪れた時ガーズイー・ウッディン・ハーンに暗殺された。その遺体は近くの川に投げ込まれ後に回収されて フマユン病に埋葬された。12月10日、ガーズイー・ウッディン・ハーンは、アウラング・ゼーブの息子カーム・バーフュの孫にあたる、シャー・ジャハーン3世を、クグツの皇帝とした。一方、アーラム・ギイル・ニセヤンの方は、12月には国境に、いたその息子アリー・ガウ・ハールの元にも伝わっており、同月24日に彼は定位を占し、シャンアーラム2世となった。性質。 編集計8人、即室、編集なし、計8人、計12人、ありがとうございます。